皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はリンネル2冊購入しましたので順番に開封したいと思います。それではまずはリンネルの通常号から開封していきます。はい、開封いたしました。今回の通常号の付録はムーミンワンハンドルが旬でおしゃれ大人デザイントートバッグです。それではとりあえず広げていきましょう。はい、広げてみましたけれどもどうでしょうか。今回のポイントを見ていきたいと思います。まずはご覧ください。こちらのバッグの柄なんですけれどもムーミンのコミック柄となっております。例えばこちらのイラストですけれどもムーミンママさんにワインを取り上げられてパパさんが夜逃げしようとしておられます。その他にも様々なコミック柄が描かれております。生地は綿とポリエステルの混合素材となってまして丈夫に仕上がっております。耐荷重は約 5kg となっております。そして底の部分を写しますとこのようにマチもしっかりありますね。底の部分はグレーになっております。で横から見ますとはいこんな感じですね。そしてもう一つのポイントワンハンドルということでこちらにハンドルが取り付けられております。ハンドルはこのグレーで裏側が白になっております。そして開口部分はこの中央でスナップボタンタイプとなっております。ここでパチッと止められますね。では中の方を見ていきますとこのよう今日は上目トリオです、はい、それでは中をご覧ください。このようにかなり深さがありますのでたっぷりと入ります。でポイントとしましてここにですねポケットが付けられておりまして、これも、ね、半分よりもちょっと上ぐらいまでの深さがありますので、たくさん入ると思います。そして先ほど見たスナップボタンはこのように取り付けられております。そして持ち手が付いている部分も写しておきましょう。こんな感じになってますね。で縁の部分はこのような仕上がりです。裏生地は特に付けられてませんので生地自体それほど厚みのあるものではないんですけれどもその分コンパクトに畳みやすいかもしれませんね。これくらいコンパクトになりますので、まあ、バッグに入れてお買い物用バッグとしても使えます。それではバッグにいろいろ入れながらまたサイズ感見ていきたいと思います。まずはこちらポーチからいきましょうか。ちょっと大きめのポーチを入れますと、まあ、こんな感じですね。さらにお財布、長財布はこの内ポケットに分けて入れておくと取り出しやすいかと思います。こう立てて入れることも可能です。さらには 500ml のペットボトル、はい、こんな感じで入ります。で奥の方には、最近寒くなってますからね、モズさんのウィンドブレーカーも入れておきましょう。はい、そこの部分に入れまして、さらには折りたたみ傘を入れます。はい、まだ入ります。その他には、例えばエコバッグですね。エコバッグはこちら入れときましょうか。はい、こちら入れたり、とスマホですね。スマホはここに入れておきましょう。その他、はい、ハンドタオル、そしてメガネケースを入れたりとか、あとはこういった Bluetooth スピーカーを入れてみたりとかですね。さらにはこちらのルマンドセット。はい、こちらセットで入れておきましょう。これだけ入れましてパチッと止めて持ち歩くことができます。はい、それではこちらのバッグ持った感じを写していきたいと思います。ご覧ください。どうでしょうか。ポイントとしましては表面のムーミンのコミック柄ということになってます。はい、全体的にこう層柄として出ておりますので、はい、とても賑やかなバッグになってますね。そしてワンハンドルというのもポイントになってましてこちらですよね。あまりこういったバッグ持ってませんけれどもこうして持ってるととても安定感があって使いやすいなという感じです。で肩掛けも楽にこうできますのでこの辺りの使い勝手はとてもいいかなと感じます。そして中には内ポケットありますので例えば長財布ですねお財布取り出す時も、ごちゃごちゃと奥の方に入っていったりしませんので簡単に取り出せます。そしてスマホを取り出したりとか、はい、この大きな内ポケットあるのはとっても便利に使えます。そしてたっぷり大容量となっておりますので例えばちょっと食べたくなった時用に入れておいたりとかでこぼした時用のクリーナーも入れておけますので
はい、もちろんその他にはペットボトルを入れたりとか、荷物の多い方も十分な収納力があるかなと思います。はい、ただ開口部はジップ仕様ではございませんので、はい、まあ、そのあたり、まあ、通常のバッグというかお買い物バッグに使うのがいいのかなという気はいたします。この縦長の深さのある形状というのも好みが分かれるところかとは思いますが、このワンハンドルで肩掛けサッとできるこのスタイルがとても便利なので、はい、そのあたり気になった方はぜひチェックしてください。それでは最後になりますが、バッグの正確な容量を測定しておきたいと思います。それでは本日も参りましょう。 How many ブルボン。バッグの容量は20ブルボンです。ワンハンドルが使えておしゃれ、大人デザイントートバッグ、おすすめとなっております。はい、いかがだったでしょうか。ここまでリンデル通常号の付録、ムーミンワンハンドルが旬でおしゃれ、大人デザイントートバッグ紹介してまいりました。来月号の予告は増刊号のレビューの後にやりますので、そちらもご覧ください。お待たせいたしました。続きまして、リンネル宝島チャンネル限定号を開封していきたいと思います。はい、開封いたしました。宝島チャンネル限定号はムーミン、ムーミンとリトルミーが可愛いサコッシュ&防災セットとなっております。はい、こちらのサコッシュと、説明書が入ってますね。サコッシュの中に防災セットが入っております。それではまずはサコッシュの方から写していきましょう。ご覧ください。まずは何といってもこのイラストですね。リトルミーさんとムービンさん、大変穏やかな表情をされております。ご覧のようにリトルミーさんがムービンさん宛に手紙を書いた跡となってますね。それをムービンさんがすぐに読んでいると、そんな風景がプリントされております。紙をぎゅっと握りしめているムーミンさん、何が書かれてあったんでしょうか。はい、そして表側がこちらで、裏側見ていきますと、裏面はこのもちろん付録ではございません。裏側はこのようにクリアポケットになってまして、ここにメインファスナーが付けられております。そしてこちらに紐が付けられてまして、肩掛けできたりします。でここでサイズ調節も可能となっております。後で肩掛けはしてみたいと思います。反対側も同様ですね。こちらそして中を見てみますけれど、最近ちょっと太りました。中をご覧ください。こちらのサコッシュ、開口部はジップ仕様となってまして、中には防災セット入っております。出していきましょう。5点セットと今回なってるんですけど、はい、順番に見ていきますと、このサコッシュが1点目ですね。で2点目こちら見ていきますと、これは防災メモとなってまして、リトルミーさんが滑り落ちているイラストになってますね。かわいいです。でこのように開きまして、私の連絡先、そして避難場所へのルートとかですね、書けるメモ書きができるスペースが設けられております。そして裏側にはさらに、まあ、家族や連絡したい人の連絡先の分が 1,2,3,4,5,6 人分記入できるようになっております。そしてこちら緊急連絡先ということで、まあ、役所とか警察署、などなど、はい、書けるようになってます。ですので今のうちに記入しておいて、このセットに入れておくということになりますね。続きましてこちらホイッスル付きライトペンとなってまして、まあ、ここがホイッスルですよね。でこちら側がライトになっていて、中にペンが入っております。でこのように首から下げられる紐もついているということです。まずホイッスル鳴らしてみます。注意してください。まあ、こんな感じで簡単にホイッスル鳴らせますね。そして、あ、ここにイラスト入ってましたね。ムーミンさんとリトルミーさんの先ほどのサコッシュと同じイラストがプリントされております。そしてこちらの先の部分にライトが付けられてまして、ここでスイッチ、まあ、電池も入ってますので、はい、スライドさせるとこのようにライトをつけることができます。
そしてサイズもとても握りやすいサイズとなっておりますので、防災時にも役立つと思います。続きましてこちらは軍手となっております。長さ 22.5 と記載されております。でこの真っ白の軍手にこのオレンジの、このシルエットはもしかして表情が伺えませんのでちょっと怖い気もしますが、はい、両方の手にいらっしゃいます。それでは手にはめてみたいと思います。はい、まあ、こんな感じでちょっと中の肌見えるくらい薄手ではありますけれども、いざという時に役立つと思います。特に滑り止めとかついているわけではないんですけれども、はい、まあ、軍手ですね。ちょっとサイズ男性の手にはちょっと小さめになってくるかと思いますが、はい、まあ、女性用のサイズといった感じだと思います。こちらが4つ目で、最後はバンダナとなっております。こちらのバンダナ広げてみましょう。はい、こうして見ると穏やかな表情のリトルミーさん、この表情を見ると落ち着きますね。災害があった時もこの表情をしていただけるとちょっと気持ちもちょっとホッとするのではないでしょうか。面 100% の大きなサイズ、縦横 49cm あります。ということでこちらがいざという時に役に立つ5点セットとなっております。はい、それではこちらのサコッシュ、そしてこのホイッスルですね、身につけてみました。そして手には軍手をしております。サコッシュ今一番長めにしてみたんですけれども、これくらいなのでちょっと短めの紐になってるかと思いますが、はい、このように可愛く肩掛けすることができます。でサイズ先ほど言っておりませんでしたけれども、まあ防災に役立つ1ルマンドサイズとなっております。そしてですね、こちら裏側クリアポケットと言いましたけど、ここにスマホを入れてこの上から操作できる、まあ、そういったクリアポケットになってますので、この辺りよく考えて作られてますよね。はい、そしてホイッスル、まあ、こちらもライトにも使えますし、その他、まあ、ペンとホイッスルもついてますので、こうやって首から下げておけますので、はい、防災時に役立てられると思います。はい、そしてこの、はい、バンダナ、これくらいの大きなサイズとなってますので、はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、防災用だけではなくてお部屋にこのように壁に吊るしておいてもいいですし、まあ、はい、まあ、様々な使い方ができるかと思います。今回は5点セット、あとこのメモ帳もありますからね、これをすべてこのサコッシュに入れておくことができますので、まあ、防災グッズ、まだ持ってない方はぜひこちらの付録で、はい、揃えてみてはいかがでしょうか。はい、ということでここまでリンネル宝島チャンネル限定号、ムーミンとリトルミンが可愛いサコッシュ&防災セット紹介してまいりました。それでは最後に来月号の予告をしておきます。リンネル来月号の付録はこちらです。通常号とセブン限定の増刊号同時発売となっておりまして、まず通常号の付録はこちら、トラディショナルウェザーウェアモコモコ可愛い 2way ボアバッグです。まあ、このように持ち手の部分とこのストラップの部分で肩掛けができる 2way 仕様となっておりまして、表面はもこもこ温かい素材のボアバッグとなっております。まあ、これから寒い季節冬になってきますのでぴったりなアイテムになってくるかと思います。まあ、財布にスマホ、そして水筒も入るというサイズ感となっていると記載されてますね。そしてその下、増刊号は同じくトラディショナルウェザーウェア、片押しロゴがおしゃれ、三つ折りミニ財布です。はい、ご覧ください。片押しのロゴが入っているとってもおしゃれな三つ折り財布、小さいですけどこちらに書いてありますが、裏地には赤のチェック柄生地を使ってアクセントになっているということです。でコインケースが外部についているので、取り出しやすいとなってますね。まあ、カードやお札ももちろんしっかりと入りますので、コンパクトながらも収納力も抜群となっております。まあ、片押しロゴのシンプルなデザインとなっておりますので、こちらも見逃せないアイテムとなっております。来月号は11月18日発売となってますので楽しみに待ちましょう。ということで今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の付録いいなと思ってもらいましたらグッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。